ウリ州は中国にかつて存在した州。現在の甘粛省ウリ州県日体に設置された。北義公明帝の時代にウリ州が設置された。隋代が成立すると当初は三軍三権を管轄した。607年、軍政志向に伴い、遁光軍と解消され、下部に三権を管轄した。隋代の行政区分に関しては下表を参照。 売州都督府、随大の頓高軍の上落圏であり、部徳5年に売州を置き、総関府を建てて、売州、精査州、宿州の三州を管轄する。部徳8年、都督府を廃止。長元年間、再び都督府となる。天保元年、進む政軍となる。権限元年、再び売州となる。給料圏に、個数。 1164、人口4322。天保寺は、個数477、人口4987。京市の西3310里にあり、東都までは4306里ある。売り州、進む政軍武徳五年、サスの上落圏を分割して設置。土見継ぎ、山川、金、総鈴子、基盤、交番。 小切り涙。個数、477。人口、4987。件数、2。不数、1。1028年、リモトト空が、売り州を陥落させた。ありがとうございます。